ないでしょ。どうも、太郎です。実はこの持ってる車がオープンカーなんですよ。10年落ちぐらいの安い車なんですけど、オープンカーでスクランブル交差点行ったら結構みんなの注目を集めれるんじゃないかなっていうことで、オープンカーでスクランブル交差点を渡ってみた、やってみたいと思います。スクランブルだから、混むから34度見えるかな、見えないかな。あ、次はロタ。うわー、すげー人だ。あの人は全然オープンカーなんて珍しいね。全然見てない。ただただ暑いだ、オープンカー。冬は寒いしね。宇多田新さん勝てないの？勝てないなぁ。宇多田ヒカルは本当に天才だな。すごいよ、全部いいもんね。いや、全部じゃなくない？前回捨て曲じゃなかった。いや、よかったじゃん。前回こそよかったじゃん。聴ける曲3、4曲しかなかった気がする。いやいや、全部聴ける。全部聴いてたわ。通しで聴いてたわ。通しでリピートしてたわ。そう。でもやっぱオープンカー少ないけどね。あー、オープンカーで周りが手応えなし。くせえ。こいつが臭かったな。お、第13話見てる。おいえ。単純に車高性が高かっただけで。やてる車が前にあってクソかっこいい人が出てきた。超イケメンが出てきた。そうだ。開閉してたらちょっと見られるわ。あ、本当。じゃあ開閉ガバちょっと開閉してみて。違うわ、なんか話しかけられてたからみんな見てたんだ。おっさんに。なるほどね。女子高生ならさすがに目引くと思う。もういいっすか。もういいっすか。ありがとうございました。どうでした、逆に。誰も見てなかった。誰も見てない。外人とか手振ってくれるの。そうです。というわけで、渋谷でオープン会に乗っても何の注目も浴びないことが分かりました。なので次は田舎に行ってね、リベンジしてみたいと思います。というわけで、この動画がいいと思った人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。